さあということでベスト8全員が出揃いました、はい、まずはベスト8一組目は今村陽一対上尾勝弘、二、うん、組目熊久保信繁対吉川香織、三組目川田正人対風間康之、四組目は佐久間達也対今勝ちました林渡ということになりました。さあいよいよベスト8、まずは一組目が動き出します。2003年度の D1 チャンピオン今村陽一 Z と、そして2001年度の D1 チャンピオン上尾勝弘86、準決勝進出ベスト4進出をかけて今村か上尾勝弘か、300カールを出てきた状態で今村陽一が前、そしてその後ろから上尾勝弘、きっちりとここは落ち着いて、それでもドリフトをしながら今上尾勝弘抜けていきました。これは今村陽一大きな大きなスピンミスです。 10-0 攻めてきたんですけれどもスピンしてしまった。さあ 10-0 大きなアドバンテージ上尾勝弘、今度は入れ替えという2本目になります。上尾勝弘86前、後ろから ORC で今村陽一が受ける形になりました。さあ上尾が来た、そしてその後ろから ORC の今村、ここで詰めることができるか。さあ入ってきた入ってきた、入り込もうというところ、ここは完璧に入っている、綺麗に入っている、ここは綺麗に見せました、意地を見せた今村陽一。神本の旗、神本の旗、神本がフラッグを上げました、ね、後追いのアンダーステア、はい、しかし見せましたね。これちょっと陽一ももう 10-0 ですからね。そうですね、意地を見せるしかないという状況で 300R からやはり狙っておりました。さあベスト4進出は上尾勝弘です。 ORCZ 今村陽一はここで敗退となりました。余裕、また勝っちゃった、いや運が良かったんです多分。運が良かったっていうか、やっぱお前うまいわ。ありがとうございます。これおかしいんだけど、こいつ、いやいや恥ずかしがり屋なんだよ、本当すいませんよ。さあ続いてまいりましょう、ベスト8二組目、熊久保信繁対吉川香織ということになりました。ランキングトップの野村健が早々に敗れてしまいましたので、ここは一気にその座を奪うのか熊久保信繁。まずは1本目です。さあ熊が踏んできた、熊が踏んできた、やはり 300R から飛び出してきたのはまずは熊久保信繁、少し間を空けた状況下の中で、これはもう全く詰め入る隙がないのか、吉川がこれはもう流された状態で詰め入る隙がありません。 7-3 で大きなアドバンテージ熊久保信繁取りました。大関対、はい、小結、そうですね、もうちょっと差があるかもしれませんねさあ入れ替えということになります。今度は吉川香織、そしてその後ろから熊久保信繁。さあ熊久保どういう形で食い込んでくるんでしょうか。アドバンテージは取っています。吉川香織に対して、ああ取って、吉川香織がアウトに膨らんだところに対してイン側に入っていった熊久保信繁、これはうまくイン側に入っていった、そしてアウトラインもきっちり残している、これはうまい、これは横綱相撲ですなこれ、ね、確かに横綱、はい、格が違うな。ベスト4進出熊久保信繁、強い、これは強い、強い、やっぱりね貫禄、貫禄の差だよね。そうやってみんな強くなってくるんですよ。そうそうそう、そうベスト8の3組目、青いマシンが2台スタート地点に並んでおります。スピード番長川端正人、そしてワクワクロデオ乗り風間康之。この風間康之もですね、前回はベスト16で終わってしまっているだけに、ちょっとまた勢いを乗せたいところ。まずは川端正人、後ろから風間康之が追いかける。1本目はすでにビタビタ状況できたか。ビタビタ、さあ川端の横に風間が、風間が来てる来てる、風間がものすごい状況にビタビタできてる、これは風間綺麗に合わせた、すごい、これはビタビタでずっと来てませんでした。300R から、この距離はね、危ない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 、この距離はだって1台しか見えねえよな、見えない見えない、かくれんぼ、かくれんぼじゃねえよ。73だよこれ、73に近いということになる。73ですねこれはね、この距離は、はい、この距離は73アドバンテージ風間康之ということになりました。さあこうなりますと川端やばいですねこれね、やばいね、大きなアドバンテージ風間康之持っていきました。さあしかしここで負けてはいられません川端正人、なんとか逆転を狙いたいところ。さあ今度は風間康之が前、後ろから川端正人が追いかける、2本目に入っている、まずは風間が来ている、そして川端がどうだ、引っかかった、一瞬引っかかったけれどもそのまま行きました。同じように2台がドテドテドテと立ち上がっていきました。さあこれはもう1本目の走りで決定でいいでしょう。ベスト4進出風間康之、残念ながら川端正人はここで敗退。久々にねこのバカの走りを見たって感じ、今日はいけそうだろ。いや分かんないな、でもね1個ずつ確実に行こうかなと思ってます。頑張れよ。 ありがとうございます。はい。
ベスト4の座はあと1人、佐久間か林渡かということになりますが、やっぱ86有利なのは300ある、はい、その先のこの審査員席マイクヘアピンに関してはこれ佐久間早いですよ、ここも、はい、今動き出しました。ベスト4進出をかけてあと残る座は1つです。まずは1本目入りました。さあ300R から145キロ、佐久間が振り返してきた。さあそれに対して林渡もなんとか密のないようについていきたいというところ。さあ佐久間逃げる、林が追いかける、しかしこの差はやはり縮まりません。林渡、はい、全然悪くない、悪くない、全く悪くないんだけど、うんうん、佐久間が良すぎる。本日最高速、佐久間の腕と車とトータル的なもので持ってったということになりますよね。入れ替えということになります。佐久間達也がアドバンテージを取りました。さあいよいよ2本目に入りました。見えてきた、まずは林渡が入ってきた。そして佐久間達也がそれに合わせられるかどうか。踏んでくる林渡、踏む林渡、そしてその横からなんとか佐久間達也が入り込もうというところ。しかしここはサイドロックオンまでにはいきませんでした。これは林渡も悪くないと、ということはこれ1本目の走りで決定ということになります。ベスト4進出は佐久間達也です。しかし林渡もミスはない、本当に頑張りました。なんでお前調子いいじゃねえか、お前なんで調子いいんだよお前。いや調子いいぞお前、今日は何も考えてないんでそれが調子いいのかもしれない。頭悪いんで考えちゃうと多分ダメなんですよ。そう、無なんだよ無、はい、無じゃないだろお前、あ無じゃないだろ、そうです、これ無って言わないよ、はい、これがいいんじゃないのか、それ当たってますそうだろう、はい、役得だな